はい、皆さんこんにちは、こんばんは、パパテラです。今回は、まあ多分全機種できるんじゃないかなということで、Xbox One と PS4 は確認済みですね。で、ストーリーのキャラクターで、鶏以外の鳥のアクターを解除しておきます。この2箇所に、サボテン、ペヨテありますね。これを食べることによって、ディレクターモードで鳥が使えるようになります。なぜ鳥が必要かというと、鳥は飛びながら、ディレクターモードを終了とか選択することができますね。で、自滅する瞬間にディレクターモードを閉じる、そこでバグを起こすっていう感じになりますね。サボテンの位置はここだと、まあ大体ここありますね。まあヘリコプター使ってもいいし、トラックでこんな風に乗ることもできます。じゃあ次に、1のねキャラクターを準備していきますね。じゃあここでキャラクターを切り替えで、左側のよくメインキャラクターと呼ばれるのを1のキャラクターとして説明していきます。1のキャラクターのコスチュームのレシピと不動産、まあ、アパートとかですね、それの上から4番目、5番目、6番目の値段が右の2のキャラクターに移るようになります。だから、左の1のキャラクターにこれから上から4番目、5番目、6番目に高級なアパートを買います。お金がない人は4番だけでも、まあできる限りの高いものを買えばそこで儲けを出すことができますね。そして左が男のキャラクターなら、右が異性の女のキャラクターであれば、コスチュームグリッチをすることができます。これは男と女の服装のデータが違うので、男の服装が女のデータに移ると、バグるものがあります。例えば白黒のチェス柄とか、まあ、いろんなモッド服もそうですけど、男と女とでデータが違うのにそこでバグを起こしてモッドコスチュームを手に入れることができます。逆に1のキャラクターが女で2が男でもできますね。今回は1のキャラクターのデータを2に移すだけの一方通行だけが可能です。そしたら1のキャラクターにアパート買っていきます。このアパートを選択して物件リストから高いもの順に並び替えます。できれば一番高いイクリプスなんかがいいと思います。ペントハウスですね。で、4番、5番、6番目、ここのことですね。ここに買います。お金がない人は4番目だけにできる限りの高いのを買えばいいと思います。そしたら次に2番目に高いアパート買っていきます。で、3番目に高いアパートを買うっていう感じで、ここに準備をしていきます。ここでね、出費がいくらか出てますね。ただこのグリッチはすごく慣れれば簡単だし、今回の手順は失敗がなるべくないように、 Xbox One でもできるように、 PS4 でもアクティビティを使わないようにっていうような手順なので、まあ何回もやることできると思います。今までタイミング難しいって言った人も多分できると思います。そしたら出現位置は、これはまあ最後の位置とかで、外とかアパートのガレージとかにしといた方がいいですね。施設とかナイトクラブはやめといた方がいいです。それは読み込みが遅くなって、本当にね、フリーズまではいかないけど全然進まないこととかありますね。だから出現位置を外のやっといたり、アパートのガレージにしといたりします。最後の位置にしときます。そしてお金を1のキャラクター、2のキャラクターが共通の銀行に預けておきます。そしたらキャラクターを切り替えて、次に2のキャラクターの準備をしていきます。今回は2のキャラクターはこのアカウントは持ってないことになってますので、すでに2のキャラクター持っている人はそのまま使うことができます。別にわざわざキャラクターを消す必要はないですね。そして1と2のキャラクターが同性である場合、男男である場合は同じコスチュームが左から右に移ります。
ただスペースヘルメットは難しいかなと思うんですけど、ここはちょっと後で試してみたいと思いますね。ちなみに左が1でスペースヘルメット、右が2で女の場合はヘルメットは映らなかったですね。そしたら2番目にのキャラクターに、ここはまあコスチュームグリッチのなるように一応女のキャラクターします。ちゃんと1に、この説明欄に書いてあるポンタ君の動画、ZX ゲーマーさんの動画とかで男のレシピあるので、それを1のキャラクターに着させとけば、保存しておけば2のキャラクターでまあいろんなモッドコスチューム取れますね。最近出した、警察のベルトとかも、あれも使えますね。そしたら2のキャラクターを、準備していきます。2のキャラクター、今回は新しく作ったので、変なランダムで変なとこ出ましたね。で多分、コピーすると、アパート1個持ってる状態になったと思いますね。そしたらね、ここで、一応パッシブモードとかしといた方がいいですね、邪魔されないようにね。今回はね、静かにやりたかったので、クリエイターでちょっと招待セッションに移動します。そしたらね、招待セッションでもいいので、ここ行ったら、これから2のキャラクターに、物件ね、不動産を買っていきます。多分、2のキャラクターを1のね、ランクコピーすると、一番上の不動産はなんか持ってることになりますので、ちょっとラッキーかな。ただ値段はゼロだけどね。で2番3番目に安いやつを買っといて、4番5番6番に安い、最も安い順番、1番安い、2番目安い、3番目安いのを買っていきます。出現位置はこんな感じで最後の位置にして、外にいる方がデータの読み込みが早いですね。これはね、本当に施設、それからナイトクラブは読み込みが遅くなったり、することがありますね。こんな感じで安いアパートを1、2、3は何でもいいんです。お金かけたくないなら安くていいです。で、4番目、5番目、6番目にとにかく安いのを入れとくと、なるべく差額をいっぱい設けられるっていう仕組みですね。わかるかな。1番のキャラクターのアパートの金額、4番目、5番目、6番目、高級なやつが、右の2番目、右のキャラクターの4番目、5番目、6番目が安かったはずなのに、高級なアパートの値段が乗っかっちゃう。っていうことで、ラッキーですね。で、そこに後で安いアパートを買い足して、2のキャラクターだけでひたすら稼ぐって感じです。2のキャラクターだけって言っても、銀行は1と2のキャラクターは共通なので関係ないですね。だから1のキャラクターで準備したら、もうこの準備は1のキャラクター、2のキャラクターで準備したら、もうこの準備はやることないです。何度もやる必要はないです。この本番のグリッチをやってひたすら稼ぐって感じです。この準備は本当に最初1回だけで十分です。コスチュームだけ入れ替えれば、いろんなコスチューム試せます。すごく簡単になってますから、ぜひねやってみてくださいね。売却制限かかっちゃった人はぜひやってみてください。以上です。準備をしてもらったと思います。そしたらね、リセット再起動という方法で、GTA のアプリを一回閉じて、この美女お姉さんが出たら、消えたらですね、 L1 と R1 を連打か長押しをして、ディスプレイ調整画面を出してリセット再起動という方法を取って、このグリッチをね、開始していくっていう方法があります。または、Xbox One なんかはこの、リセット再起動がねちょっと不明なので、さっきのね準備を終わらしたら、ストーリーのセーブデータを一つ読み込んでください。そうすると結果的にはどちらもねストーリーのセーブデータを読み込むことになりますね。ディスプレイ調整画面、この後ね、セーブデータをこのように
ストーリー読み込んでいます。そうすることで、まあリセット再起動しなくてもできるし、リセット再起動はすることによって確実に、あ、セーブされてるんだな、お金が保存されてるんだなって確認が取りながらできるっていう感じになりますね。まあそんな感じで、どちらの再起動でもストーリー読み込みでもいいですから、ストーリーのデータを読み込みます。で、次にやってもらいたいのは、これディレクターモードを開始していきます。まあ、準備の段階で鳥は解除してくれたと思いますね。そして1のキャラクターに高級アパート、2のキャラクターに安いアパート、1のキャラクターにはまあコスチュームグリッチやりたいならレシピを保存って感じですね。どちらも最後の位置で外に出てると思います。そしたらディレクターモード開始してもらって、次にこの候補リスト、アクター、これ選びます。で、ここがねオンラインとカラス、カラスオンラインにってなってればいいんですけど、なってない人はまず動物から鳥選んで、でここで三角を押してください。なんか鶏みたいのは空飛べないんでダメです。で、次にオンラインのキャラクター、これ選んでオンラインキャラクターの2を三角をして選びます。すると候補リストに2つが載りますね。で、鳥を選んでいきます。これからまあ今まで何回もこのグリッチは説明してるんで分かると思うけど、鳥を自滅させる、そしてバグを起こすんですけども、まあ、なるべくいろんな皆さんが成功しやすいようにこれがいいんじゃないかなっていう方法でいきます。もちろんね、鳥一発で死んでね成功もできるんですけど、初めてやる人でもほぼできるようにするためには、やはりこのね何回か死んで、病院のね近くに一回湧くようになります。とりあえずとにかく死んでみてください。こうやってね最初ダムのとことか、まあ、遊園地とかいてもいいんだけど、なんかね何回も死ぬと病院に出ることがあります。病院付近かな。まずそれをやった後でやると成功しやすいっていうのがやっぱコメント欄でも多いし、まあ実際自分でやってみてもそうだったと思いますね。何回もね死ぬとね、鳥ここでアクターから選んで、で出現するときにここ出ます。ガソスタの近く、まあ病院の近くなんですけど、そしたら、次にね、まあ、ダムが一番まあやりやすいかなと思うので、一応ここマーカーつけて行き先マーカーを選びます。そうするとワープすることできますね。そしたらまあ設定からまあ朝とか明るめな時間帯、正午とかにしてクリスマスで四角をします。そうするとね、あの雪が降ってる状態になりますね。そうすると水面が反射しやすくて自分のこの鳥の影が映りやすくなります。で、羽ばたいてもらったらここでまあ舞い上がった方がいいですね。上の方にかなり舞い上がって、そして急降下垂直にして着地する寸前下十字架をしながら右スティックでストーリーのキャラクターを選ぶみたいなことをやります。じゃあ次は、まあ、本番とその水面にくっつく瞬間もちょっとね一時停止して、この瞬間だよ、この瞬間に十字架離すんだよっていうのを教えます。高く舞い上がって上から真下に垂直に降ります。そしたら勢いつけて下十字架をしながらスティックを上に切り替えて、でもうちょいもうちょい影が見えるところ、水面つく瞬間に十字キーをパッと離します。この瞬間に離します。これは動画はね一時停止してます。この瞬間音がね一瞬バチャって音がしたりもしてます。まあ音がね鳴ったりなんなかったりもするので、この見た目で見た方がいいと思います。で、下十字キーを離すとこの警告画面出ますね。で、まあ落ち着いて3秒か4秒か5秒ぐらい待ってから、次に丸ボタンをすごい高速じゃなくて普通にタン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 くらいのスピードで押していきます。ここで何秒か待ったら、ここでタン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 って感じで丸を押します。するとこうやって自滅になり、
これになったら成功です。高橋名人みたいにパパパパパパって押しちゃダメですね。タン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 って感じでいいですね。で右下くるくるくるってなったら、ここは音をよく聞いて、よく音を聞きながらタッチパッドを1回押して、上十字キー1回押して、そこで丸押すと、ここでディレクターモードを、開始しますかっていうのが出ますね。起動しますか、そしたら丸になりますね。これで自滅が、まあアクティビティも使わずできるので、 Xbox One もこれで一応可能っちゃ可能ですね。で次に候補リストもう一回選びます。次にやってもらいたいのは、この候補リストを選んだらオンラインキャラクター2を選びます。に選んだらこれでスタートします。いやすごいブサイクだな、これはランダムで選んだからすごい顔になりましたね。で今度はタッチパッド1回押して、上を押してディレクターモード終了します。で終了すると病院のところに出ますから、ここで、チートコードを入力していきますね。でその前に一応ね、オンラインこれリセット再起動した人はこれをやってください。クリエイター押して、でこの画面出ます。リセット再起動した人はこれが必要になります。でここで出たのをチェック入れて OK します。あなたはグリッチしてませんか、こっちもグリッチしてませんか、はいっていうのをチェックしてくださいね。リセット再起動した人はこれやります。でこの下に書いてあるチートコードをやって空を飛びます。空を飛んだら大体15秒くらいはこのまま待ってください。うわパンツ見えそうだな、汚ねえなこれな。で15秒くらい待ちます。ここも早すぎると成功しない時があるみたいですね。まあこんな感じで移動したら、ここでオンライン、オプションを押してオンラインでキャラクター切り替えを押します。はい、キャラクター切り替えを押したら、ここで右下金色くるくるってなりますね。そしてこれからセッション退出中ってなります。ここで皆さんよく間違えるのは、次に黒い画面が出た瞬間すぐ丸をしたりするんですね。そうすると、失敗してオンラインに行ってしまうことがあるようです。ちなみにパマテラは一回も失敗がここないですね。やっぱり時間を待つっていうことが必要です。オンライン参加中ってなってますけど、ここずっと待ちます、待ちます。でエラー出ます。エラーが出たら絶対すぐ丸を押さない、必ず15秒、もう心配した人は30秒ぐらい待ってください。もうゆっくり1,2,3,4って数えてくださいね。ここを早くやると失敗するみたいですね。だから必ずゆっくり落ち着いてやった方が結果早くグリッチはできますね。はい、そしたら丸を押します。で次に、またセッション退出中かな、これでストーリーのキャラクターに戻されますね。これで鳥1回目の自滅は、まあ、無事成功しました。アクティビティも必要なく、まあ、簡単にできましたね。でまあストーリーでこうやってめちゃくちゃ喋ってるのが終わったら、ディレクターモードを開始することができます。じゃあ次の2回目の、鳥の自滅もなるべく簡単にできるようにディレクターモードこれで開始していきます。ディレクターモードね、開始したらここで候補リスト、さっき作った鳥ありますね。だから鳥を開始します。そしてなるべくみんなが成功するように、まあ一回どっかで死んだ方がいいですね。死んで移動した方がいいと思いますね、まあ、とりあえず水の中にぼっちゃんとして、このねガソリンスタンドがあるところかな、街にワープするっていうか、あそこにスポーンするまでちょっとやってみますね。いきなりねここね水に入るとこで、まあ、丸連打のやり方でも、まあ、できるにはできます。ただやっぱり誰もができるようにするためには確実な方法で教えていきます。でまた鳥選びます。そうすると、まあ、移動どこになるかな、多分ロードが長いときはだいたいガソスタ出ます。はい、これで次に自滅をすると結構成功しやすいっていうのがコメントでもたくさんありますね。でここでねマーカーつけて行き先マーカーでワープします。
でワープしてもらったらまた、自滅をします。ただ出現の位置がちょっと悪い感じだとこんな、崖の上になったりしますね。そうするとね、いきなりこれ飛ぶといきなり地面行っちゃいますね。これと失敗しますね。気をつけてくださいね。そしたらね、もう一回取り選んで、まあクリスマスになってる方がいいかな。それで上に舞い上がって下にまっすぐ垂直に急降下して、下十字キーを押して右スティックを上とかストーリーキャラクターにして入る瞬間に十字キー離す。そして警告画面を5秒ぐらい待ったら丸をタン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 って感じで押していきます。そうすると真っ暗画面が続いて、さあどうだ、これでブッシューっつってワイステッドが出れば OK なんですけど、時々出ないです。これも気まぐれですから、まあダメだったらもう一回やればいいことですね。あ、これちょっと怪しいな、こんだけ丸が、ね、なってるね。でここでもう一回鳥を選びます。じゃあ気を取り直して次こそは成功させたいと思います。はい、またここ出ましたね。ラッキーですね。ここに出たら、あ、これチェリー引いたかなみたいなね感じで、お、これラッキーかなって思ってくださいね。まあギャンブルやってる人は分かるかもしれないけど、チェリーはいいみたいです。まあチェリーボーイはあんまりいいかどうか分からないけどね。はい、冗談さておき、ここでまた飛びます。ちゃんと定めて、よいしょよいしょと上に上がって垂直にスピードを出しながら、まあヒューと落ちた方がいいと思いますね。遅すぎると良くないかな。で下十字キーを押して上スティックでキャラ切り替えといて、水に着く瞬間に十字キーをパッと離す。で5秒くらい待って、ここでまた丸をタン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 みたいな感じすると、ここからウエストで出ますね。これで最高ですね。まあアクティビティ今までやるよりはまあいいかもしれないし、今までアクティビティでやってた人はまあこれになって、うわすげえ余計に簡単になっちゃったよ、ラッキーだよっていう感じで回す、まあ回すっていうのはね、この1回のブリーチを回すのにまあ大体15分ぐらい13分ぐらいに短縮されますね。でタッチパッド1回押して、上十字キー1回押して丸押します。これはアクティビティが必要じゃない手順なので、一応 Xbox One でも一応できましたね。そしたら候補リストからまた1回目にやったようなことをやっていきます。でオンラインキャラクターに、このブスサイクキャラクター、ランダムキャラクターを選びます。このランダムなってるのはこのね、今回ランダムでキャラクター作りましたけど、ブスサイクですねこれは。そしたら、タッチパートをして上十字キーでディレクターモードを終了します。そうすると病院にスポーンします。まあこれストーリーの状態でね、オンラインのキャラが入ってるって感じですね。でこれチートコードを入れます。でここで15秒くらい待ちますね。まあ余談ですけど、これを利用するとまあエイリアンのコスチュームとかでもオンラインは一応入ることはできます。新規アカウントならできますね。まあ昔のセカンドチャンネル出したかな多分。でここでオンライン押して15秒くらい待ったら、今度クリエイターを押します。でクリエイターに入ってもらうと、なんかこれは2のキャラクター選んでたのに、実際にこっからオンラインに行くキャラクターは2のキャラクターじゃなくて1のキャラクターで、ちょっとバグった状態になってますね。例えばまあ何かな、アパートをね持ってるようで持ってないみたいな変なね状態になりますね。まあ無敵とかそういうんじゃないんですけど、まあ中途半端なね感じのね状態になりますね。まあ一応ねその状態で何ができるかいろいろ探りましたけど、大したことは特に深くなかったですね。だからまあこのグリッチャーの方が一番いいと思いますね。はい、ここでまあ多分ねここではね無限ロードあんまないと思います。もしね無限ロードしちゃった時はアプリを一時停止するために Spotify とか YouTube 開いてもう一回 GTA をつけるって感じのことをやってください。これは出現位置がねちゃんとアパートとか最後の位置で外になってればほぼないと思います。あとは公開セッションがね荒れたりねラグいとねちょっと厳しいかと思います。はい、ここでねまあ1のキャラクターでは開きますね。で別にここは急ぐ必要ないので、ここでキャラクターの切り替えを押してください。キャラクターで切り替えを押します。はい、これでこれから1のキャラクターのデータをいよいよ2のキャラクターに移します。
すると1のキャラクターに保存されていたコスチュームレシピが2のキャラクターに移ると、まあコスチュームがねちゃんとレシピ保存してればチェスだとかデッドラインとかもっとコスチューム取れますね。そして不動産のね物件場の方もお金増えます。そしたら間違いないようにしてください。必ず2のキャラクターを選んでください。2のキャラクターを選んでくださいね。はい、ここで2を選びました。そしたら次にオンラインに入っていくんですけど、ここで一番まあロードが長いとか無限ロードになりましたとか全然オンライン行きませんとかっていうことがあります。これはね今までのどんなグリッチでもそうなんだけど、こういう移動した時に、まあ、詰まってしまった、できなくなってしまった、無限ロードしちゃったっていう時はいつもどうやってるかっていうと、やっぱり GT アプリを一時中断する方法を使います。 YouTube を途中で開くとか、ね、GTA のアプリを閉じるんじゃなくて GTA をつけながら YouTube 開こうとしたり、メディアプレイヤー開こうとしたり、 Spotify を開こうとすると GTA アプリを一時中断しますかって出ます。そうするのを OK して一時中断してもう一回 GTA のアプリをつけます。そうすると、また再読み込みをし始めますね。そうやって無限ロードっていうのは回避していきます。どうにもなんないときは本当に固まります。それはね SPMP とかちょっと複雑なもっとすごいグリッチやったときになったりもします。で2のキャラクターで湧いたらやっぱりここはパッシブモードしていた方がいいですね。それでここ普通のフリーセッションになってると思いますね。でいよいよお金回収していきます。とにかく安いアパートをこれね買います。上から4番目、5番目、6番目がバグってますね。1のキャラクターの高級な物件の価格が乗っかってますので、ここに安いアパートを買います。はい、52万ドル、こんな感じでお金が増えます。で、残り2つも同じようにやっていきます。だいたい49万ドルとか、まあ、かなりの金額を得ることができますね。トータルで150万ぐらいは確実にいけます。でこれはまあこうやって150万得ることできましたけど、1回目のねグリッチでは多分儲けがほとんど出ないと思います。ただこれ2回3回繰り返すことでずっと儲けが出っ放しになりますね。でこれ一応ねコスチュームもねグリッチも取れるはずなんですけど、これ今回は1のキャラクターにグリッチするためにでレシピに戻すみたいな感じになってますね。ちょっと複雑ですね。分かんない人はスルーしてください。まあ、こんな感じで準備を1回するだけで今見てる動画を何回も何回も繰り返すことができます。そしてこの後、連続してやる場合にはこの2のキャラクターで GT オンラインを終わらしておいて、で、ここでリセット再起動、要はアプリを閉じてお姉ちゃんの水着を見たら L1R1 を連打か長押ししてリセット再起動するか、もしくはオンライン退出してストーリーのセーブデータを読み込む、でまたこの動画の最初に戻ってディレクターモード開始、取り自滅を1回目ということをやってください。これずっと2ヶ月以上できています。おそらく3ヶ月とか4ヶ月できるんじゃないかなと思いますけど、まあ頑張ってください。まあこんな感じでお金は無制限に増やすことできます。銀行振込、不動産屋からひたすら銀行振込されてお金増えることができます。制限はないです。はい、このねグリッチに、のね修正確認とかはセカンドチャンネルとかでよく確認してますので、よかったらね見てみてくださいね。まあ頑張ってください。はい、以上です。